ナンバーアイの三人が語る、自由、の新しい物語、イブ・サン・ローラン・ボーテー・エクス・ボウック・ジャパンコラボ。ナンバーアイ、デジタルコンテンツで新たなはじめふ。イギリス・ロンドン出身の平野市要、26、神宮寺ゆ太た、26。 シユータ28によるユニットナンバーアイがファッションブランドの巨星であるイブ・サンローラン・ボーテとファッション誌、ボウック・ジャパンとのコラボレーションでデジタルコンテンツに登場しました。この特別なプロジェクトでは3人はイブ・サンローラン・ボーテの香水、リーブラと共に魅力的なパフォーマンスを披露しています。本校ではこのコラボレーションに込められたメッセージと ナンバーアイのメンバーが語る、飾らず、素直に、自分らしく、というテーマに焦点を当てます。ナンバーアイの新しい物語。3人が登場するデジタルコンテンツでは、黒の衣装に身を包んだナンバーアイのメンバーが、凛々しい表情でカメラに向かっています。彼らは、イブ・サンローラン・ボーテの香水、リーブラ、の魅力を引き立てる演出で、自由と個性を、 テーマにした独自のストーリーを紡いでいます。動画ではメンバーが自由には無限の可能性がある。飾らず素直に自分らしく、僕は自由に新たな物語を綴るといったコメントを述べ、自身の考えや感情を率直に表現しています。 このコンテンツは単なる広告やプロモーションにとどまらず、3人が自由というテーマにどれだけ共感し、それをどのように表現するかを観客に伝える手段となっています。ナンバーアイは音楽やエンターテインメントだけでなく、ファッションや美容の分野でもその存在感を示しており、今回のコラボレーションはその多面的なアーティスト性を一層際立たせています。 自由に新たな物語を紡ぐ、ナンバーアイの言葉。ナンバーアイのメンバーが口にする、自由に新たな物語を綴る、という言葉には、彼ら自身の人生や芸術における姿勢が反映されています。平野志耀、神宮寺勇太、岸優太は、それぞれ異なるキャリアを歩んできましたが、彼らの共通点は、飾らず、素直に、自分らしく、であると言えるでしょう。 ヒラの仕様は、ジャニーズ事務所に所属し、キングプリンスへのメンバーとしての成功を収めています。彼は演技やモデルとしても活躍し、そのキャリアにおいて自分らしい姿勢を大切にしてきました。神宮寺雄太もまた、俳優や歌手として幅広く活動し、その表現力と個性的なスタイルで多くのファンを魅了しています。岸優太は、 俳優としての成功だけでなく、音楽活動やファッション分野でも注目を集め、自身の個性を大切にしてきました。3人が共有するテーマである、飾らず、素直に、自分らしく、は、彼らがどれだけ多様な分野で活躍しているかを象徴しています。それぞれ異なるバックグラウンドを持ちながらも、 彼らは自分の芸術や表現を通じて自由な精神を追求しています。この精神はイブ・サン・ローラン・ボーテとのコラボレーションにおいても鮮明に現れています。コラボレーションの背後にあるメッセージ。イブ・サン・ローラン・ボーテとボウック・ジャパンがナンバー・アイとのコラボレーションを選んだ背後にはおそらく2つの要素が絡んでいます。 まず一つは、ナンバーアイのメンバーが持つ独自のアーティスト性と個性です。彼らは単なるアイドルや俳優にとどまらず、ファッションや美容においてもトレンドを作り出す存在として認識されています。イブ・サン・ローラン・ボーテが提唱する、リーブラの自由な精神と、ナンバーアイの自由に新たな物語を綴る姿勢は、互いに異行し合っているように感じられます。 もう一つの要素は、若い世代へのメッセージ性です。ナンバーアイは、特に若いファン層に支持されており、その影響力は幅広い分野に及んでいます。イブ・サン・ローラン・ボーテと、ブック・ジャパンが3人を起用することで、若い世代に向けた新しい美容やファッションのアプローチを提案し、自由な発想と個性を大切にする重要性をアピールしていると言えるでしょう。 このコラボレーションは単なる商品のプロモーションを超えて若い世代に向けたメッセージとしても機能しています。イブ・サン・ローラン・ボーテが提供するリーブラとは文字通りに解放感と自由を象徴する香りであり、ナンバーアイのメンバーがそれに対してどのように共感し、自分たちのアートで表現するかが見どころの一つとなっています。 新しい時代におけるアートとファッションの融合。ナンバーアイの平野市を、神宮寺勇太、岸勇太が、イブ・サン・ローラン・ボーテと、ボウック・ジャパンとのコラボレーションでデジタルコンテンツに登場し、自由に新たな物語を綴る、というテーマを掲げたことは、単なるエンターテインメント以上の意味を持っています。彼らの存在は、今やアート。 音楽、ファッション、美容など様々な分野を横断しています。このコラボレーションは若い世代に向けたメッセージとして注目されるだけでなく、アートとファッションが新しい時代においてどのように融合していくかを示す一例と言えるでしょう。 ナンバーアイのメンバーが提唱する、飾らず、素直に、自分らしく、の精神は、多くの若者に共感を呼び起こし、新しい価値観や美の概念を模索するきっかけとなるでしょう。イブ・サン・ローラン・ボーテと、ブック・ジャパンの戦略的な選択によって、3人のアーティストが提案する自由な物語は、今後の美容とファッションのトレンドに影響を与えるかもしれません。 ナンバーア i のメンバーは、単なるアーティスト以上に、新しい時代のアイコンとして、自由と個性の重要性を訴えかけています。